はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、今回は能見軍団を使って暁大付属でやっていきたいと思います。で、能見軍団というのは、能見さんをね中心として能見さんとコンボのあるキャラクターをデッキに組み込むというような形になります。で、まずは、神宮寺ですね、能見さんとコンボのあるキャラになります。あとは、諸井くんと雷、このね、3人が能見さんとコンボがありますので、全部でね4人を組み込むというところになります。で、今回は暁大付属で精神キャラがね4条合わせると、3人いますので、一応回復はもうあの精神で、賄っていこうかなと。打倒ポイントを下げながら精神で回復していくというようなところ と、あと7位は、筋力要因ですね。で、この編成だと多分敏捷ポイントが足りなくなるので最悪総力はちょっと低めに、抑えていこうかなと思ってます。で、雷、自分の多分動画で使うの初めてなんで少しだけ見ていきますと、テーブルはこんな感じです。精神キャラになりますので、骨イベント率アップがついて、タックが80、メンタル12、初期評価50、精神ボーナス8と。で、45にできれば試合経験点ボーナスがつきますというところですね。で、コツがね非常に優秀ですね。チャンス、キャッチャー、送球、打球伸び、パワーヒッターというところになります。普通のね野手を作るとき若干キャッチャーが、邪魔になりますけれども、全体的にもう優秀なコツだけになります。で、余計なものは持ってないはずですと。で、金徳に関しては野手がめった打ちで、キャッチャーを作るときは司令塔になりまして、どっちも確定ですね。あとはそんなものか。7位はねお借りしてますと。7位もパワー非降格逆境という超強キャラですね。固有ボーナスがねないのがね本当に悔やまれますよね。あと暁大付属なんで7位はできれば早めに倒していきたいと思います。3本末上がっちゃうんですけど、それはしょうがないかな。で、早速7位のコツが来てるね。これはもう次でなんだっけ、あれできるよね、追求。しかもコツくれなかったし、追求ができるようになったんで、もういきなり追求しちゃおう。逆境か、逆境は早めに潰しちゃおう。じゃあ、そう、今回ね雷がねめった打ちでスミカちゃんと金徳かぶりするんで、ちょっとねスミカちゃんは抜いてきました。ちょっと全員打倒できるかって言われると、もう俺はねこの余剰兄弟にね頼りっきりだったんで、ここいっぱいいるね、いっぱいいる。下げよう。で、余剰はねどうしても早めに倒しておきたいんで、メンタルキャラがね3人になるんですけど連れてきました。ほんとねこいつだけは最初に倒しておかないと厄介なんで、誰倒しても余剰は上がるんでそれがねほんときついっすよね。っていうか余剰を倒さない方向でやったことないんでわかんないんですけど。で、ここは回復しつつ下げていきましょう。余剰が下げられるんで。で、もうすでにね外野の追求は1回終わってるんで、それが結構でかいよね。最初にねやっぱりコツが来るか来ないかって結構ねアドバンテージになると思うんですよね。あと勝負か、なんか練習した後の勝負だみたいなやつで勝てるかどうか。おお、いいね。ここはまた余剰がいる。スミカちゃんをね入れてきてないから、そう、こういう勝負ね負けやがったお、いきなりコンボが発動しましたね。弱気対強気で、ここはせっかくなんで見ていきますか。ちょっと待ってくださいね。
で、弱気対強気ですね。一番上、見物させてっていうのが体力が回復して精神とコツが意外性で、真ん中の俺とも勝負が、技術、筋力敏捷どういうことだこれ。まあいいやが入って、ラッキーボーイのコツで2人でチームっていうのが、体力と技術とチームプレイですね。ここはどうしようかな。真ん中にしておく。超ラッキーボーイとかね、別に手に入んないんだけど、太平楽をねやるときにね、これはいいんですよね。敏捷と技術か。これはどういうことだ。敏捷と技術、これはあれか、ピッチャーでやると敏捷の代わりに筋力が手に入るってことか。まあ、多分そういうことですね、表記上諸井くんがまたいるな。能見さんか。てか能見さんってポジションどこ。ポジションによってはちょっと追求しておきたい。セカンドか。いやセカンドはもういいわ、余剰とかぶってるから。諸井と練習して、で諸井を追求して外野をもうマイナス3にしよう。で外野のやつらはもう早急に倒す。でまたただコツがあるね。神宮寺、神宮寺ってどこやねん。ファーストかー、ファーストかー。ファーストって誰。三本松ファーストだったよね確か。五十嵐がサードだったよね。ちょっとチームメイト見よう。三本松、三本松ファーストだよね。で五十嵐がサードだもんね。多分三本松はね上がっちゃうんで、ちょっとここは神宮寺一回追求をしましょう。で神宮寺はねアベレージヒッターだけなんで、まあ阿部比が安定的に取れますと。ああ、これはもう休もう、さらばやべえよ、君の犠牲は無駄にしない。アベレージヒッター OK で、今度は諸井くんとのコンボですね。で諸井と能見さんでしょ。存在感を発揮しろ。一番上が筋力精神で対エースで、真ん中が守備職人、敏捷と技術で、一番下が競争心と、筋力敏捷技術精神がちょいちょい手に入るというところで、今回ちょっとねセカンドなんで守備職人を取っておきましょう。まあ、この存在感を発揮しろは確かあれだよね、太平楽強化の時にちょいちょい使ったよね。でその時確か大谷を入れてたんで、競争心のコツを狙っていったような気がします。ただ今回はねわりかし不確定組がいるんで、7位のコツは欲しいね。ちょっとまずは逆境を掴んでおきましょう。逆境掴んで7位と練習で、7位はまた追求しちゃおう。若干打倒が進んでないけど、まあそれはしょうがないよね、後々のためになるし。で雷の荒領事、これはね一番上だとなんだっけ、チームメイト評価とか上がるんだっけ。これにしとくとね体力が確か結構回復するんで、40くらい回復したような気がする。ほらで諸井くんの金徳ですね、まあ、これは普通に進めていきましょう。で雷じゃなくて能見軍団を使う時の、まあ、一つ欠点といえばコンボが多くなっちゃうんで、どうしてもねイベント数が多めになるんですよね。でまた7位か。これはちょっと7位ともう一回練習しよう下げを、もう一回7位と練習して次で追求をする。お勝負だ。とりあえず五十嵐は勝ったか。
で雷交響楽団、こっちの方が金徳ですね。これはね2回目に体力回復があるんで、やっぱりね体力回復のあるイベントっていうのはいいですよね。てかまた7位かなんかもう追求しなくていいか。四条と七位が両方倒せんね。ただ肩か、広角打法どうする。もう3で取っちゃうかどうするか。確実にパワーヒを狙いに行くか。50-50だからね、結構でかいんだよね。いいや、ちょっとこっちで行こう。これで養生とはタッグが組めるし、7位ともタッグが組めますね。広角打法をとりあえず掴んでおいて、パワーヒも今回できれば5で掴みたいね。こいつがめちゃくちゃ上がるんだよね。てか八島も上がるのか。三本松上がって下がって忙しいなこいつらどういう心境なんだろう。なんかまとめてほしいよね、あの二人を倒したのか的な次はできれば六本木を倒していきたい。回復はやっぱりメンタルでいこう。雷はまだか。休むはねなるべく使わない方向で。ここは五十嵐だね。安定の五十嵐、いいやつなんだけどね、いいやつなんだけどイベキャラ化されてない3本まで11とかで、アプリの方はね五十嵐くんイベキャラ化されたんだけど全然強くなくて、もう排出停止になったんだっけ。あ、これ勝っておきたいね。負けやがった、やべえなこいつ。能見さんはね通常のイベントもね経験点が高いんで、それがいいですよね。五十嵐が倒せるっちゃ倒せんのか。三本松でもやっぱり3減ればだいぶ楽にはなるか。六本木ね、まあいいか、とりあえず減らしておこうこの2人を。で神宮寺はね一応もろいとダブルタックの可能性もあるんで勝ったなんだかんだでめっちゃ下げたな三本松。これひどいよね、失敗するとやる気だけが下がるっていう。いや諸井くん助かるわ。三本松を意外と倒せるっちゃ倒せるのか。ちょっとね平均して下げていかないとね。二宮と六本木が結構めんどくさくなりそうだなこの編成だと。雷がコツが来てくれれば二宮追求できるのか。二宮単体、八島が倒せるっちゃ八島が倒せる。どうすっかな、また肩か。三本松倒してもな、三本松倒すとどうなんだっけ。先にもう分からんわ分からんけど倒してみよう。打撃はね強化されてて全然いいんで。怒り下がりましただけか。まあ、怒りはねちょい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 下がってくんでこういうイベントで。おお、いいところで回復が来てくれるね。いやこのイベントはほんといいよね。最大値が上がりつつ体力を回復できるっていう。でちょっとここは回復しましょう選球眼を取りつつ回復と。精神余るかなこれ。どうする。六本木6、
一ノ瀬はね、二宮を倒したときに下げられるんで、あと1月の勝負でもね、勝てば下げられるんで、多少ね、高めにね、保っておいても、まあ、大丈夫っちゃ大丈夫なんですよね。いないね。ただダブルタックが来てんな。下げられないっていうのがちょっと痛いな。怒りを1にしておくか。どうなんだろうな、微妙だな。下げておこう。あとね、上げ忘れるからね、能力で。雷の2回目ですね。これもね、回復してくれるんで、まあ分かったで進めていくんですけど、で3回目のね、金徳取得の時に成功すると骸骨をね、1で手に入れられるんで、まあ、クリスマスに予定がないのはしょうがない。ちょっとミートを上げていこう。弾道は2にしておいて、ミートは D にできるかな。パワーも一旦 D にしておいて、いや、ミートは C にしておこう。で、アベレージヒッターが取れるんだよね。アベレージヒッター取ろう。骨格打法どうする？取ろう。取れるもんちょっと取っとくか。忘れないように。守備職人。いいよね、取っちゃって。この編成だともう守備職人とか多分取れないもんね。六本木を2減らすことができるのか。それは結構いいな。能見さんのコツもあるしね。よし、これこうにしよう。チャンスメーカー OK。 これは成功したね。いいね、いいね。初詣に行って回復しておきましょうか。ま、経験点はね、彼女キャラがいないんで、そんなに手に入んないんで。小吉、メンタル五十嵐がいる。すげえな。ダブルタックだからめっちゃ入るな。80くらい入るね。いやー、ただね、ちょっと下げたいよね。これ超目先だよね。目先の利益飛びつくか。六本木を先に倒さないといけないんだけど、まあ2人減らしとくか。先に二宮を倒すと確か六本木が上がるはずなんで、ここは受けましょう。これでね、一ノ瀬が下がるんで。いや、ミート C のアベレージヒッターだからね。これはでもボールでしょ。入ってくるか。試合だとさ、あれ取れないと思うんだよね。ちょっと待って、今のボール球だったっぽいね。ゲー、振り遅れてる。だいぶ流れてんな。流れてるってことは振り遅れてるからね。最悪1本バントすればなんとかなるけど、必要ない。あとはホームランを打ちたい。おら。ダメだ。おら、いかないか。おら。無理だ。パワー D はさすがにちょっと厳しいか。4カウント下がるからね。あー、これ下がってほしいな。二宮が下げられるからね。 OKOKOK で、一ノ瀬が倒せる。倒しちゃダメなんだよ。どうするよこれ。つくもくんでも下げておく。
で1月の3週でねメンタルやっても多分回復しきれないと思うんで、マラソンは放棄しますか。微妙だね。普通に回復してマラソンは放棄しよう。意外性でマラソンですね。腹が痛いんでちょっとしょうがない。まあ5だしね。誰もいない。六本木つくもが倒せるけど、倒すとどうなる。もうつくもとね八島がね未だに把握できないんですよね。倒すと誰が上がって誰が下がるのか。あ、ここで上がっちゃうのはしょうがないよね。あ、五十嵐上がるんだ。でバレンタイン、そうかバレンタインないのか、悲しいな。それもまた二宮が高いな。あー、メンタルでちょっと回復しよう。雷くんがなちょっと来てくれないと。二宮が厳しいね。いや、この経験点もすごいよね。てか俺能見さん35なんすよ。だからやる気効果アップとかねないんだけど、それでも強いからね。二宮五十嵐か。まあ2人だな。一回やっぱりでも寝るを挟まないと無理かな。お、回復してくれた。そこそこ倒してあるはずだから、これね倒した人数によって内容が変わるんですよね。でこれで呪いの金徳が終わって、よしよしよし、逆境とかそやつかめたね。余剰のコツはどうでもいいとして、六本木を下げよう。回復しつつ下げる。逆境とかね、でも最初の方でコツ掴んじゃったからあれだけど、直取りでもいいかもね。やっぱり、いや余剰だよこれ、マジで無理だよ。で神宮寺は肩だっけ、依存が今どうなってる。ちなみに肩を、あ、間違えた、これだ。肩を一応 C くらいにしておくじゃん。あと守備も上げておこう、上げられるだけ。補給もまあそれなりに上げておくか。ちょっともう総力は置いておこう。六本木、二宮単品でね下げていくのはなどうしても厳しいんだけど、六本木を先に始末しよう。一ノ瀬がね倒せれば他全員が下がるんで、コツ、神宮寺か。ここはどうなってる。八島が倒れる。ちょっと待って、何人だ。そうすると1,2,3,4,5,6 だからまだ大丈夫か。で六本木が、あー、イカリーは大丈夫か。八島だけだよね。で次でもう六本木は倒そう。で二宮を追っかけて、五十嵐下がんのか。よし、ここはやろう。もう怒りはねどん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 下がっていくからね。もう1だしそもそも。メンタルダブルタックが来てるけどちょっと無理だから、いない、いないのか。マジか、これはちょっとやるところがマジでないな。ダブルタックをやっとくか。体力減るわけじゃないんでいいでしょう。
神宮寺くんのモテろ。俺もモテたい。チームメイト評価が下がったけど、まあ別にいや。ちょっと待ってね。怒りが倒せるのか。あー、雷か。雷はね、コツをつかんでおくのがいいんだけど、キャッチャーが来るとちょっと悲しいからな。光、ちょっと誰が最後になる？一ノ瀬最後になるとかそんなんある？あと何人だって。1,2,3,4,5。 セカンドだからな。ストライク送球とか六本木も別にいいしな。五十嵐だって鉄人でしょ確か。いや、ちょっとここは雷にしよう。雷にして追求しよう。練習になってしまったからな。7位、アーチストはねさすがに厳しいんで、高級筆打でいいかな。一応見よう。特にないね。ということは追求をしておこう。早急か。でも4月か。五十嵐六本木を倒すと何になる。そうだ、3人。二宮だ。そう、邪魔なのがやっぱり。打倒カウントが1-2だから、ここにしよう。ここはもうカウント優先で。で、能見さんはイベント自体が全部終わったかな。神宮寺がまだ結構余ってるっちゃ余ってんのか。13% か。4月の2週か。もう寝るしかないな、ここは。三中か。あれ、俺アイテム何持ってきたっけ。お守り持ってきてないはずだから、万能パワードリンクか。まあ、これはちょっともしサボり癖になったら使おう。六本木だね。六本木を倒そう。で、次は二宮で、怒りは最後に倒すと。爆弾か。男にしてくださいと。これもまた選択肢が出るので、様子を見るがいぶし銀で、敏将と技術、止めるっていうのが筋力と敏将で、さよなら男。一番下が筋力、技術、精神がそれなりに入るということで、真ん中にしよう。筋力とね、敏将は足りなくなるんで。いねえし。そもそも二宮がいない。五十嵐のカウントを下げるとみんな倍になるんだよね。じゃあ五十嵐倒して、二宮倒して、一ノ瀬倒して、怒りを倒すか。そういう順番でいいか。ちょっと一ノ瀬の全員下げるやつがあんまり恩恵がなくなっちゃったけど、むしろ一ノ瀬倒すと怒り上がるからね。で、1でしょ。で、二宮さえ上がらなければ、おお。サポリ癖にはならなかったね。セカンドだから余剰か。選ばれてるんで別にいいでしょう。ちょっと能力を見ておく。肩上げとくか。じゃあで、これもちょっと D にしておこう。そうするとやっぱパワーが足りないね。総力は多分 E で止まるな、これ。エピローグポイントもねないからね。
最後の経験点の伸びっていうのがどうしてもなくなっちゃうんで。よし、やる気かかってくれた。どうする？二宮倒そう。で一ノ瀬がカウントが1になるから、一ノ瀬倒して、で最後怒りが残って、怒りはなんか勝負したりして下げられるから大丈夫でしょう。あれ、二宮って怒り上がったっけ。そういえば上がらないか。よかったよかった。試験は受けよう。まあ大丈夫かな。ここもちょっとパワーを上げてないんで。今のってボール球だった。今セカンドに取られたっぽいけどな。ボール1個分外れてたね。ちょっとね、一瞬で悩んだんだよね。今のはね、完全にね振り遅れたとかやってると点数が厳しいな。よし、また強振でいこう。せめて20点取りたいね。バントしよう。うわー、ダメだった。10ポイントくらいだね。ああ、ここはもうやる気が下がるのか、しょうがないな。メンタルにいないね。寝るしかないよな、ここは。でこれは一人でやろう。やる気2段階も上がるんだ。一ノ瀬以下にダブルで倒せるね。ダブルで倒したところで、あれ、一ノ瀬って金徳何ところで、まあ分かんないけど、どっちでもいいや。倒せるから倒そう。暁強化になってるとね、最後にまとめて打倒すると全員分の金徳がもらえるんで。とは言ってもね、残り4人とか5人とかはかなり無理なんで、まあ2人が現実的だよね、最終的に。一応ね、法則はあるんですよね。その数字がどっちになるの。あ、一の線になるのか。伝説のさよなら男、伝説のさよなら男ってかぶってねえか、こいつと。こいつって伝説のさよなら男だったよね、確か。成功すればだけど。まあじゃあ、あとは気にせず練習していきましょう。やる気が下げられる。そうか、余剰もいたか。まだ余剰ここか。雷、これはやろう。いや、これ精神余るぞ。やっぱりもともと暁台はね、結構精神稼げる高校なんで。打球伸びいいね。どうしようかな。確実にコツを取っていこうかな。追求してやったらコツがある。誰、余剰か。余剰はちょっとな、コツが微妙だからな。普通に追求しよう。チャンス、パワーヒッター欲しいね。あ、そう、これ体力上がるんだ、誰もいないから。7位、筋力を稼いでいこう。これとかもね、割とどうでもいいからね。これにして、でこれにしよう。何にもわからんわ。メンタルにのみさん、脆いか。だったらまあ回復しながらだよね。32も回復するし、流し打ち。でちょっと揃えていく。
流し打ち、メッタ情報取っていいでしょ、意外性。チャンスメーカー、気迫ヘッド、カジバ、ムード丸も取っておくか。あー、余剰、あれ余剰失敗するとムード丸になるんだっけ。ラッキーボーイも取っておくか、せっかくね手に入れたしね。ささやき破り、なるべくやっぱ精神使いたいんだけど、打球伸びはね意外とね重いからね、3でも2回掴まないといけないんで。いい練習がないってことはまあ普通に追求しちゃおうか。じゃあいぶし銀、何番、打順5か。まあ、余剰は多分そんなに打撃力強くないからね。パワーは C にしておくか、やっぱり。で、弾道は3ないときつい。パワヒのコツが欲しいね、パワヒのコツが。ほら、4番は多分7位が張ってるよね。3本松が塁に出てたけど、何番は3本松って3番くらい張ってるのかな。ちょっと分かんなかった、分かんなかったけど雷がいたね。そりゃ二宮出すんだったら雷の方が全然いいからね。おお、そうか、全然あれだな、消化できてないね。やっぱり乾燥不可能か。一応これは説得しよう。いやー無理だな、これ完走できないな。イベント数のことをあんまり気にしてなかったけど、どうしようか。なんだかんだで最終的にピン賞が足んなくなるかな。だって余剰だってまだ終わってないしね。一応来たけどさ、で神宮寺も終わってないからね。やっぱりイベント数は少し気にしないと完走ができなくなるのか。せめて飛んでくれよ。おお、バンジーした。でじゃあ掴んでいきますか。精神ポイントはやたらあるよな。精神的支柱とで来てるね。雷か、これはやっておきたいね。回復も結構いいんだけど、雷のコツは掴んでおきたい。チャンス、まあしょうがない。あ、チャンス5まで使わなくてよかったか。精神余ってるから。割と直撮りでもいいレベルだったよね。技術もそれなりに足りてるからね。お待たせしました。おお、1点入れられてる。アバタ君か、そういえば久しぶりだな。おお、アバタボール8号、こんな動きするっけ。投げました、ちょ待って。バッター追い込まれました。第3球はやっぱりストレート狙い。俺がなんとかしないとダメか。あ、ちょっと待って振り遅れたけど、ポテンヒット。もう一本打ちたい。竹島くんとかいう人になってる。コントロール G か。投げました、打ちました。第3球を投げた。変化球ゴッゴッさんって結構すごいよね。普
通に。またピッチャー勝ってるし。ちょっとパワー不足、2本打てなかったなと思ったらまた回ってきたし、これはちょっと見送って。今日はホームランを打っています。これだ。今のダメなの？今の何がダメだった？全然わからん。俺的にはタイミングバッチリだったんだけど。あ、そうか、あと怒りの勝負があったね、忘れてたけど。いや、ここで体力減らしてくんのかよ。メンタル、雷ね、キャッチャーよこしてくれる可能性があるからね。まあそしたらでしょうがないか。いいや、追求しよう。コツくれ、パワーヒッター、オッケー。で、怒りとの勝負、これはホームラン打とう。これはボール。精神的支柱とか発動してるんだ。広角打法あるからね、多少振り遅れても大丈夫なはず。よしよしよし、やる気も上げてくれた。やったー、パワーヒッターが。寝るか、もう一回寝るしかないね、これは。75も回復するんだ。あれ使ってなかったわ、そういえば。ドリンクみたいなの、精神にしてドリンク飲んどきゃよかったかな。じゃあどうしようか、精神余ってるね、やっぱり。で、B にしておこう。他イブシギンだっけ、手に入れたの。伝説のさよなら男取って、いぶし銀取って、七重と神宮寺両方完走できなかったか。ということは前イベをもうちょっと少なくした方が良かったんだね。神宮寺のね、通常イベントが2回あるからね、それが厳しかったかな。赤月大付属リードで迎える3回です。先ほどホームランを放った月岡、投げた。うわ、これはアウト、やられた。6回の裏、赤月大付属攻撃に入ります。トップバッター、打った、これはいい当たり。いいね、広角打法やっぱりいいよね。赤月大付属めちゃくちゃ実用的だよ。今日2本のホームランを放っている月岡、投げた、打った、ダメか。あれ、二宮がマスクかぶってるし。いや、絶対雷の方がいいでしょう。来ないな、何にも来ない。ここにしとくか。激闘第一、あれ激闘第一ってさ、なんかアプリの方だとさ、大東くんみたいなのが新しく出て、先発がね、なんか大東くんになってた気がするんだよね。いいが限界だよ、もうちょっと。なんかね、能力的なね、見栄えとしてね、 F っていうのはね、すげえ嫌なんですよね。まあ、これは俺の気持ち的な問題だけなんで。今日はいいってステージつくんだっけ、忘れちゃったけど、アプリの方だとね、 D まで上げないと確か査定値がつかなかった気がするんですけど、それって肩と守備だけだっけ。あ、しまった、危ねえ、頭超えたか。ここのね、二遊間はマジ鉄壁だからね、友沢と蛇島。あれを取ってくるかっていうのをね、やってくるからね。ジャイロボール持ちか、155キロ、強えな、こいつも普通に。何なんだ、
球速155の554って内角ジャイロとかさ、めちゃ強いだろ。お、今は雷だったね多分。最後コツが一応来てる7位。もう7位とかさ別にいいんだけど、まあ、スカウト3評価を上げておきますか。まあね、余剰をね本当だったら別のキャラクターにしてもよかったんですけど、どうしてもね不安が残るんでね暁ダイヤの時は一旦これで置いておきますか。セカンドだから守備は A にしたいかな。そうするとそこでまた敏捷ポイントを使うからね。で精神ポイントが余ってるってことはやっぱり補給も上げておきたいから、また敏捷ポイント使うよね。うわ今のいかないのか。暁大附属先制のチャンスです。ノーアウトランナー一塁三塁という場面。ちょっとだけ早かった。決めていきます。ファール。入れてくるか。早くも追い込まれています。キバ第3球はちょっと待って、これゲッツになるよ。1点入ったけど久々にねキバと戦うとね打てないんだよね。慣れるとね爆速もまあまあ対応できるんだけど投げました打ちました全然ダメだもう一回、おお、変わってるし。よく木場から打ったな、みんな。すげえわ。これは入ってこないか。うー、しまった。最後の試合がしょぼかった。木場に調子を崩されたな。ゼロアンダとか。でエピローグ経験がね手に入らないからね。最後の20ポイントとスカウトさん評価どうなの。多分1位にはねなれないと思うんだよね。2位かな。あんまりスカウトさんのいるところで練習した記憶がないもん。うん、2位だねやっぱり。経験点は6300か。やっぱ精神3人はさすがに無謀だったか。補給いっぱいあげとこう。 A、S にしよう。もうで、守備力を上げていこう。あとはちょいちょいと送球丸にしておく。技術だね。そうするとあれか、結局取ってないのが打球伸び取ってない。いや、ここで打球伸びを取ると今度は技術が足りなくなっちゃうからね。なるべく上り調子窮地、窮地かな。バランス的に接戦、インコースアウトコースとかリベンジ追い打ち、あ対エースかーっとこう欲しい。もう他は取れないかな。基礎能力を上げていきますか。ほいほいほい、こんなもんか。という感じで、まあね、農民軍団、まあ、確かに使いやすいは使いやすいんですけど、イベント数がね、やっぱりどうしても多くなっちゃうんで、今回、7位とね、神宮寺、2人ともちょっと完走できなかったのが、結構痛いんで、まあ、農民軍団使うときはイベント数にちょっと気をつけないといけないというところですね。あと今回暁台できたんでね、さすがにねメンタル3人はね多かったね。だから、まあ、農民軍団でもうすでにメンタルが2人いるんで、さすがにそこからメンタルキャラをね追加するとどうしても経験点がね
足りなくなっちゃうんで、まあ、そこら辺編成をねちょっと考えて気をつけていただければ、まあ、農民軍団は強いと思いますので、まあ、キャラ持ってればおすすめです、というところで、じゃあ今回はこれで終了したいと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。パソコンの方は動画右下の登録ボタンから、スマホの方は動画の説明欄から登録が可能です。またツイッターではツイッター限定の動画も配信しておりますので、ぜひこちらの方もフォローをお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。